ジョシュア・マイケル・ジョンソンは、アメリカ合衆国、ミネソタ州ミネアポリス出身の元プロ野球選手。ウトウ・ヒダリカナダ系アメリカ人である。打者として活躍し、ケン・グリフィー・ジュニアに憧れ左打ちへ強制。高校2年の夏にダブルヘッダーで投げる投手がいなく、なったため当番。これが投手としてのスタートとなった。2012年4月24日2002年にドラフト4巡目で、 フロリダ・マーリンズから指名され入団した。2005年に A 級で12勝4敗の成績を残し、トリプル A 級を経ないで、飛び級で9月10日のフィリーズ戦でメジャーデビュー。シーズン最後の登板となった9月30日のブレイブス戦で初先発を経験した。2006年は開幕時は中継ぎ投手だったが、5月4日以降先発投手に定着。 5月、6月の2ヶ月連続で防御率1点台を記録し、月間最優秀新人に選出された。7月終了時点で防御率は2.52でリーグ1位。新人選手が7月終了時点で防御率がリーグ1位というのはリーグ史上3人目の快挙となった。8月28日のブルワーズ戦終了時点で防御率2.87でリーグ1位だったが、 その後、交代。9月12日のメッツ戦で2回途中から雨で、試合が1時間22分中断し、再開後も冷えた腕で投げたため前腕部の筋肉を痛め故障者リスト入り。これがシーズン最後の登板となった。31試合に登板し、12勝7敗、防御率3.10の成績を残し、史上初の新人投手の10勝カルテットの一員となった。 2007年8月2日、トミー・ジョン手術を受け、この年は4試合の登板で0勝3敗、防御率7.47の成績に終わった。回復までに12から18ヶ月かかると見られていたが、驚異的な回復を見せ、2008年6月にマイナーで復帰。7月10日にメジャー復帰を果たし、シーズン終了までに14試合の登板で7勝1敗。 防御率3.61を記録。2009年は初めてフルシーズンを先発として乗り切り、オールスターゲームにも初選出された。15勝を挙げてエース格に成長した。2010年1月14日に4年3900万ドルで契約延長。シーズンでは2年連続でオールスターゲームに選出され、初の主要タイトルとなる最優秀防御率に、 輝いたが、最後の1ヶ月は故障者リストに入った。サイヤング賞の投票では5位だった。2011年も故障続きでわずか9試合の当番に終わる。この頃から盛んにトレードの噂が流れるようになる。2012年は故障から復活を果たし31試合に先発すると、防御率3.81ホイップ1.28と、まずまずの結果を残したが、チーム打率。 244、チーム得点609と援護に恵まれず8勝14敗と大きく負け越した。2012年11月13日にマーク・バーリー、ホセル・エース、ユネル・エスコバーラ総勢11人が動く大型トレードでトロント・ブルージェイズに移籍した。2013年10月31日に FA となった。二千十三年十一月十九日にサンディエゴ・パドレスと 単年800万ドルの契約を結んだ。2014年3月29日に、右肘の故障で15日間の故障者リスト入りし、4月24日に2度目となるとミー・ジョン手術を受けた。この年は手術の影響でシーズンを全休した。オフの10月30日に、パドレスが400万ドルの球団オプションを破棄したため、FA となった。2015年1月7日に、 パドレスと100万ドル出来高の1年契約で再契約した。9月14日にトリプル A 級レイクエルシノアストームで2度目の手術開発登板を果たしたが、その後間もなく3度目のトミー・ジョン手術を受けることが発表され、2016年シーズンを全休することが濃厚となった。オフの11月2日に FA となった。2016年11月1日に サンフランシスコジャイアンツとマイナー契約を結んだが、2017年1月19日に現役引退を表明。ありがとうございます。